フィンランドのエノにおける焼き畑フィンランドのカービにあるテルカマキにおける焼き畑焼き畑されたスマトラ島の森パナマはベラグアス県のサンタフェで行われている焼き畑焼き畑によって開かれた森インド北東部アルナーチャルプラデーシュ州のナムダファ国立公園内フランス領ニューカレドニアのリフル島で行われている焼き畑焼き畑農業焼き畑農法は森林役地に火を放ち 焼け跡を畑として農作物を育てる農業形態である。もともとあった植生を焼き払うことで残った草木灰が肥料となるほか雑草や病害虫を駆除できる効果がある。種として熱帯から温帯にかけての田ウ地域で伝統的に行われている。通常は幸運、施肥を行わず、一年から数年間は耕作した後、数年以上の休館期間を設けて、 植物群落を中心とした植生繊維を促す点が特徴である。農地化したまま森林を再生しない、焼き払いと混同され、森林破壊の一因と思われがちだが、本来は自然環境の持続的な利用である。英語で使われる移動農耕という語では、火入れをすることは必ずしも強調されない。英語圏の研究においては、短期の工作と長期の休館が繰り返されて、 循環することにより、焼き畑が定義されることが多い。文化人類学者の福井勝義によれば、ある土地の原則植生を伐採、焼却などの方法を用いることによって整地し、作物栽培を短期間行った後、放棄し、自然の繊維によってその土地を回復させる、休館期間を経て、再度利用する、循環的な農耕であると定義される。 焼きタにはいくつかの機能があると指摘されている。火を使うことについては、熱帯の土壌は栄養塩類の溶脱が激しく、痩せて酸性のラトソルが主体のため作物の栽培に適していない。そこで熱帯ウリンに火をつけて開拓することで、灰が中和剤や肥料となり、土壌が改良される。焦土することで土壌の窒素素性が変化し、 土壌が改良される。熱による種子や液がの休眠覚醒雑草、害虫、病原体の防除また休館することによって、工作期間中の繊維途中に反もする、境外雑草である多年生草本が死滅するので、上肌を営む場合に、大きな労働コストとなる、除草の手間を省くことができる。近年の研究では、このことが一時生産力の高い湿潤熱帯において、 焼き肌が農法として選択される最大の理由であることが強調されている。考えを利用しない天水農業である。また、広域の山林における人間活動が野生動物の里地への侵入を低下させる可能性も指摘されている。焼き肌で育てる作物は様々で、地域によってはここで、キャッサバ、ヤムイモ、タロイモ、料理バナナなどのコンウェル系作物、 あるいは、もろこし、四国見え、とうもろこし、おかぼなどを栽培して、主食とする。現在でも、焼き畑で栽培されるのは主に自給用作物である。かつては日本でも、山間地を中心に行われ、秩父地方では、佐須、大宇地方では、カの、日田地方では、ナギなど、種々の地方名で呼ばれてきた。近現代では、急速に衰退したが、2000年代に入り、 伝統文化としての継承や里山再生などのため、再び始める動きも相次ぐ。江戸時代以前から続く、宮崎県椎葉村、山形県鶴岡市などに加えて、島根県奥出雲町、熊本県水上村、滋賀県長浜市など、約20地域で行われている、限られている。熱帯の気候に適した農法で区画を決めて、焼き畑を行い、栽培が終わると、 他の区画へと移動する。焼き綿農業は元の区画が十分な植生繊維を経た後に再び工作する持続可能的なものである。集落ごと移動し新規の土地を求めることもあるが、これは農地の不足によるものというよりは他の様々な社会的理由によるものであることが示唆されている。近年では人口の増加や低住政策、また 商品作物の栽培のために上旗に移行する例も少なくない。政策によって促された農業移民などの新規農業事業者が商品作物を栽培する上旗設置のためのヒイレジごしらえを行い、それが炎症などして森林火災が多発するとこれが誤って焼き畑農法のせいにされることがある。また衛星写真でも 循環的な焼き肌でなく、上肌や牧場造成のための広範囲の一斉開発による開墾が観察され、森林破壊の証拠としてしばしば取り上げられるが、これらが焼き肌と混同され誤って報じられる例が現在でも後を絶たない。こうした混乱の一因は、伝統的焼き肌と非伝統的焼き肌という誤った二項対立に起因するものとも考えられる。 というのは、後者の指すものは、実際には、投資家による、プランテーション造成、農業移民による、上畑開墾など、焼き綿ではないものであることがほとんどだからである。ここに見られる語尾のように、かつては無垢で、自然と共存していた小農が、現代の社会経済変化を経て、環境破壊者に変わってしまったという、様々な場面で登場する、誤った言説は、 失楽園物語と呼ばれることもある。閉図と呼ばれる大気現象に発展し、健康被害をもたらしている。これらの主要因は、油やし農園造成やパルプ材抽出のための、冷探知の開発に伴う火入れであると指摘されているが、焼き肌によるものであるという、誤った報道がなされることも少なくない。平地出身の焼き肌を行わない農民が、 ヒーレジゴシラエのためには最後に火をつけたとき、周囲に炎症し、大量の煙を発生させることもある。現在はインドネシアで発生したヘイズが、シンガポールやマレーシアなどの大都市を包み、住民の健康被害をもたらしたり、視界不良による交通障害を起こしたりする深刻な塩害をもたらすことがある。特に2000年代に入ってからは、インドネシアを中心に、 森林の更地下の過程で、伐採行為の省力化を目的に、樹木にガソリンや灯油などをかけて焼却する行為が横行し、社会問題化している。ところが、これらは、焼きタが原因ではないことが明らかであるにもかかわらず、特に、日本語の翻訳記事などでは、焼きタが原因と誤って記載されることが横行しており、混乱をきたしている。日本列島においては、 縄文時代中期、5番期段階での素方的な縄文農耕が存在したと考えられており、遺跡からは蕎麦、麦、緑豆などの栽培種が発見され、かつては縄文後期に雑穀、根菜型の商用樹林文化が虎来したという研究者もいるが、近年の成果から縄文前期に遡ると指摘する研究者もいる。宮本恒一は野焼山焼後の山菜取りから、 進化した農法ではないか、と考察している。古代の段階では、機内周辺においても行われている。中世、近世においても焼き畑は、水田工作の困難な山間部を中心に行われた。近世以前は山中を移動して生活する人々が、多数存在したが、時代が下るにつれて重して、焼き畑を中心に生計を立てる集落が増えた。近世においては、 江戸時代中高期の調税強化や山火事などの保安上の理由、山林資源への影響から禁止、制限が行われた。かつて焼き畑は西日本全域、日本海沿岸地域を中心に日本全域で行われていたが、明治32年に施行された国有林施行案の影響により焼き畑を営む個数は激減した。東北地方では昔から焼き畑を 主な生業とする集落が多く、現在でも日の株と呼ばれる焼き畑による株の栽培が行われており、山形県鶴岡市の厚み株では林業における伐採と植栽のサイクルに沿った持続可能性を有する栽培方法が江戸時代から続けられている。日本では冷え、あわ、蕎麦、大豆、小豆を中心に麦、里芋、大根なども加えた。 雑穀栽培型の焼き畑農業が一般的である。焼き畑の造成は木下ろしと呼ばれる樹木の伐採作業から始められる。耕作地をさら地にした後、しばらく乾燥させて火を入れる。その後に発種するが、1年目は蕎麦、2年目は泡、といったように輪作されることが多い。耕作期間は3から5年で、その後、植林して15から20年間放置し、 自力を回復させる、テルカマキ自然保護区フィンランドのカービ、ありがとうございます。